間違い、しなければならないことが多いのは、どこか間違っている。本当にしなければならないのは、命をきれいに保ち、発揮する一時だけ。忙しくすると、心の波立ちで、命が透けて見えなくなる。勘がに生きるがいい。その勘がゆえに、命をじっと見つめることができるのだから。現代の生活は間違いだらけと言ってもいいでしょう。しなければならないのが多すぎるからということですね。私は35の時に、この人生で自分がなすべきことはノーアルヨーガ生活と決意して、その修行生活に入りました。初めの数年間は家賃3000円の安い家で、畑もタダで借りて、ノーアルヨーガ生活ひたすらでしたね。だんだん自分一人で修行すればいいということではなくなってきて、現在では通信教育と時々の集中業などをしながら、70名ぐらいの方々を相手に一緒に修行するという生活をしていますね。毎月教材を作るとなると、ワープロとかパソコンとか、あるいはミニディスクなどを用いて録音とかダビングしたりしなければいけませんから、することは多くなってきますね。でも、ノーアルヨーガ生活の一環として捉えて、こういうこともしているのだと自分で理解していれば混乱することはありません。それを忘れて、例えばこういう教材を作ろうと思ってパソコンを導入して、いろいろなアプリケーションソフトと言われるものをパソコンにインストール入れてやって、それからプリンターもこういうものを使って、それから画像を取り込むスキャナーというものもこういう風にして、と、いろいろなパソコン雑誌とかで調べたりして、道具を揃えますね。そうしてそれでやることは、ノーアルヨーガ生活の修行を自分がして、またそうしたいという人が出てきたならば、その人に役に立つような教材を作るという最初の目的、を忘れなければ混乱することはありません。ところが、それをうっかり忘れて、パソコン雑誌で見るいろいろな珍しい新商品などを買い集めたり、はじめはヨーガの教材を作るという目的を持っていたものが、だんだんパソコンそれ自体の世界にのめり込んでいったとすると、これは本末転倒になってしまいますね。ある程度の機材は揃えないと、自分が考えているような最終的な教材というのは作れないので、どうしても必要なものは集めなければいけないのですが、集める過程においてやはりいろいろな無駄が出てくるのですね。もっといいものが後から出てきて、それで済むところを、その前はあれを使ってこれを使ってというふうに、いろいろなものに頼らざるを得なかったという試行錯誤が必ずあるのですね。この試行錯誤ということは、私は音楽の世界で散々味わってきました。例えばあの曲を弾きたいと思って楽譜を探しますね。そうして見つかった楽譜で練習して演奏していても、それは編曲ものであって、元の原曲オリジナルではなかったということが分かったときに、
オリジナル探しを始めたわけです。そうして、楽譜はオリジナルを探し当てたものの、用いている楽器は現代のものであった。ということに気がついたとき、今度は昔の楽器の復元楽器を求めてその研究に取り掛かって、数年かかって、まあ大体自分が考えたような復元楽器を手に入れて、そうしてオリジナルの楽譜を演奏してみた。これでいいんだろうと思ったら、オリジナルの楽譜は昔は、例えば16世紀においては、素材としてあったのであって、演奏家がいろいろな装飾音符などを即興的に挿入して演奏していたということが分かって、またその研究にかかって、研究にかかるといっても、日本にいたわけではなく、スペイン、ポルトガル、スイス、フランスなどに行って、いろいろな先生、演奏家の先生や音楽学者たちに習ったわけですね。そうして、オリジナルの楽譜を見ながら、昔の楽器を復元した楽器で、そうして昔の演奏スタイルに従って演奏するということをある程度できるようになりましたが、そこに行くまで、おびただしい数の楽譜や楽書、楽器、弦などを求めなければいけませんでした。弦といっても今のようなナイロン弦とかナイロンの巻き線とかではなく、昔のガット弦といわれる羊の腸ですね、の繊維で作った弦、それの復元したものですね。そういうものまで求めてあれこれやってみたわけです。しかしそれもひとえに私が演奏したかったあの素朴な曲を再現してみたいという欲求から始まったわけでして、結局そこに戻っていくことができたのですが、その過程においてはあれやこれやの試行錯誤がありました。無駄もたくさんしてしまったわけです。それがヨーガの修行でも言えるわけです。バガヴァッド・ギーターヨーガ・スータラに基づいた修行をしたいと言っても、いろんな本が出ていますから、あれもこれもと買い集めましたね。それからテープも仕入れたり、ヨーガ修行の過程においていろいろなビデオも仕入れたのは皆さんもご存知の通りです。そうしてこのようにしたいんだということが分かってしまった今では、これだけのものがあればよかったということを知っているわけですが、その過程においてはやはり試行錯誤があり、いろいろな余分な教材まで入れてしまって、余ったものは燃やしたり、人にあげたり、図書館に贈呈したり、いろんなことをしてきたわけです。それと一緒で、教材を作るためのワープロとかパソコン、あるいは録音するためのオーディオ機器などでも、やはりいろいろな無駄をしてきたわけですね。でも、無駄をしてきたから、これこれがあればいいんだ、という無駄のない機器の揃え方というのも今はある程度わかっているわけですね。それも結局はヨーガ修行生活並びにその普及活動に必要なのだという元の考えから離れていなければ接続されているようなものですから、うまく働いてくれるわけです。しかし、どこかでプツンとその接続、接点が切れてしまって、パソコンならパソコンとか、ミニディスクならミニディスクとか、そういう道具自体で存在する価値にのめり込んでいってしまうと、何のために教材制作をしているのか、何のためにその教材制作のためにいろいろな機材を揃えたのかわからなくなってしまうわけなんですね。その辺のところは私の仕事の仕方だけでなく、皆さんの生活の仕方においても同じことでしょうから、女性の方は女性なりに、男性の方は男性なりに、家庭の仕事とか職場での仕事、また自分の趣味
などにおいて、どれほどのものを揃えたらいいのか、それ以上は遊びの世界であるという一線を見極めるということが必要ですね。それができないと、しなければならないことが多くなってくる間違った生活をしてしまうということですね。そうすると、私たちは、物やお金のために生きるのではないと分かっていても、やはり家にこだわったり、車にこだわったり、家具にこだわったり、服にこだわったりして、自分という思いの出所を探求するという究極の目標を見失ってしまうのですね。忙しくすると心の波立ちで命が透けて見えなくなるという事態になってしまうわけですね。ですから、リストを作って、自分がしていることの一覧表を作って、これは削れる、これは削れると、一つ一つ余分なものを落としていって、そうして少ないところで、寛雅に、優雅に生きたらよいのですね。ゆったりとした時間の流れで、ティク・ナタ・ハンのように美しく歩く、そのような寛雅な生活を目標に、身辺整理をしていったらいいと思うのですね。この身辺整理をどれだけできるかは、自分の心の内でどれだけ自分の心、思いが片付いているかということと深く関係していますね。自分の部屋、家の状態を見れば、自分の心の片付き具合がおのずとわかるようなものですね。